宇陀市内春の風景2では、春の風景1ではお伝えできなかった百花繚乱の春をご覧いただきます。宇陀の入谷の木蓮の花です。大宇陀平尾から5つの宇陀川沿いの桜並木です。ぬかい岳と桜並木、そして耕運木が宇陀の春を見事に演出しています。土手のタンポポの花が風に揺れ、ふと覗いた川面には亀が泳いでいました。室尾三本松海神社の前の桜並木です。特急電車が桜の中をあっという間に通り過ぎていきました。室尾口大野の駅前の桜です。毎年毎年見事に花を咲かせます。満開を迎えた今年の桜です。室尾下笠間の御仏桜です。たった一本の古木ですが、それはそれは美しくひそやかに咲いていました。灰原の町の中にこんな立派な桜の木があるなんてちょっと驚きです。天理教東和文教会のお庭にありました。宇陀アニマルパークの桜です。所長から数えたら100本ありましたよと教えていただいて行ってみました。お話通り園内至る所に桜がありました。羊さんは桜に関心なく一心に草を食べていました。同じく牛さんも春の日差しの中でまったり。
親子が桜の下をスライダーで楽しそうに滑り降りていきました。灰原山部さんふれあい広場です。桜の木の間に鯉のぼりが建てられています。5月には少し早いですが、待ちきれないように風に吹き流され泳いでいました。室生竜王ヶ淵の水芭蕉です。室生山並道具の蓮行の生垣です。春をいち早く教えてくれる真っ黄色の花です。室生下田口ふるさと元気村対岸の桜です。ふるさと元気村駐車場の桜です。京安寺の見事なしだれ桜です。室生向こう寺の谷間にある大きな白木蓮です。大宇陀春日神社参道の桜です。平成灰原こどもの森公園の園沿いの少し濃い色の桜です。Thank you.
稲佐地区の宇田川沿いの遊歩道の桜です。年ごとに立派になっていく並木道が続きます。灰原高井伊豆神社の桜です。室尾滝谷花菖蒲園の宮間ツツジです。日本シャクナゲも咲き始めていました。山吹の花です。芝桜も咲き出していました。宇田市役所の建物を彩る桜です。灰原西峠にあるあるよゲストハウスの八重桜です。大宇田某所にある少し珍しい種類の御意向桜です。開花したばかりの花は淡い緑色、徐々に黄色に変化していき、やがて花びらの中心部が赤く染まっていくのが特徴です。灰原萩原にあるメディアネット宇田の事務所は桜やシデコブシなどの花に囲まれています。向かい側には山桜が咲いています。そんな素敵なところから番組を制作しお届けしています。4月12日、宇田の奈良楓の里ひららでカフェ楓がリニューアルオープンされました。奈良楓の里ひららは NPO 法人宇田楓の里づくりが運営しています。この NPO は
宇陀市活性化事業の一つとして、宇陀野地区に現存する築80年の木造校舎と校庭を利用し、楓公園が計画され、開園されるに伴い、植栽された楓の育成・管理をするために立ち上げられました。今は春もみじの始まりの季節で、公園の楓は芽吹き始めています。昔の人たちは秋もみじより春もみじに心を惹かれることも多かったようです。そういう目で見てみると、春もみじもなかなか趣があります。楓の樹液は甘いのでしょうか。アリが元気よく動き回っています。カフェに入ってみました。店内は木造校舎の趣を残したまま明るい雰囲気になっていました。カウンターの奥に並べられたグラスがとても綺麗です。その上にはウェルカムボードやメニューが黒板に可愛く書かれています。お土産品のコーナーです。平面に並べられ見やすくなっているように感じました。その奥の壁には大きな黒板が陣取っていました。その黒板には黒板アート作家さんによるレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐が書かれていました。イタリア・ミラノの小さな町にある教会のドミニコ修道院の食堂の壁画に描かれているあの有名な絵です。カフェエリアです。テーブルは教室で皆さんが使っていた机を再利用していますが、今回は今までの机にもう一枚天板を貼り付け、全体が統一されました。高さも少し加えられたので、お食事しやすくなったようです。早速メニューを見せていただきました。木で作られたメニュー表です。名物の給食ランチも健在です。毎週日曜日に限定で出されています。シェフのおすすめのハンバーグランチをいただきました。プレートに乗っているのは、小さな鉄の器に入ったハンバーグ。お肉がいっぱいのハンバーグです。サラダ、マッシュしたポテト、ミニグラタンです。美味しそうに盛り合わせられています。ポタージュスープです。カフェおすすめのトマトのサラダです。
有機トマト丸ごと1個を使った冷製の口当たりの良いサラダでした。今日は、奈良楓の里ひららの方の、カフェの方がリニューアルオープンいたしました。でそれを記念いたしまして、少し改めてこのひららにつきまして、理事長の今西さんからお話をお伺いしたいと思います。じゃあ理事長の今西さん、よろしくお願いいたします。はい、理事長の今西でございます。よろしくお願いします。今からちょうど10年前にNPO 法人として平野が開園することができました。そしてその後に3年前、2019年度ですかね、ゲストハウスをオープンした。ゲストハウス、ね、はい。そしてゲストハウスをオープンするにあたって、それの時にいろいろ問題が山積しました。その時がじゃあなぜかっていうと、このオープンした時にやはりこのカフェとゲストハウスが一体化にならんと、ちょっと難しい部分が多々出てきまして、それでじゃあ新しくリニアルをするということで、昨年の12月の18日にここを閉店いたしまして、そして今日オープンすることに、はい、至ったわけですから、本当にその間を多くの人たちにご支援いただきまして、やっとここに開園できたのが。カフェメニューはマンネリ化しないように、年間で2回程度の新メニュー構成を考えています。どうしたら喜んでいただけるか常に考えていきたいと思っています。これからまた春もみじですね、にぎわってくる、はい、ことになるんだけどね。だからこの連休の間に、私とこのひららがどれだけお客さんに対しておもてなしの心が相手に伝わるかというのが、この1年の勝負かなというふうには考えております。だから今まあ従業員本当いろいろいるんですけど、関係者にはみんなやはりおもてなしの心を前面に出していただいて、それで誠心誠意やはりそれを相手に伝えるような形でやっていけたらと思っております。これ今ゲストハウスはどのぐらい泊まれる？今の現時点では一応まあ大広間はあるんですけど14人ぐらいですね。合宿とかそんなのが入ってくる場合は、まあそれはその人気応変に、うん、まあはい、対応はさせていただいてるんですけど、うん、ゲストハウスの方は外国の方にもオープンされてる。はい、それにはもう大変やはりハードルが高い部分はあるんですけどね。しかしそれはそれで、これからのやはり観光の、インバウンドとかそういうようなことをやっぱり見据えた形で、今は少しずつでもやはりそういうような対応をしっかりとやっていこうかなと思って、今現実的にはやっております。それでね、ちょっとお聞きしたんですけども、はい、このカフェに今働いてらっしゃる方を含めて、はい、ほとんど地元の方がこう働いてらっしゃるっていうふうにお聞きしたんですけど、はい、そうなんです。実はこれ地域、やはり地域活性化のための一つの事業であります。でこの地域からやっぱり活性化していくと、少子化からなんとか形を抜け出していくというのが、一番の目的でございます。利益っていうよりも本当に元気で仕事場があればいいというようなのは、やっぱりここの本当のコンセプトだと、そういうのは。だからここがより一層活性化すると、地域の方々も働く場所はもちろんのこと、はい、なんかこうちょっとしたお茶とかご飯を食べに来るとかっていうふうに、こう地域の人たちにもこう広がっていけばいいなっていう。本当の最初のやはりコンセプトはやはり地域の活性化ですね、一番の。今またメディア関係によって SNS っていうのは、これ非常にやはり、今回の、このひららもやっぱりそういうような感じで、やはり、SNS へメディア関係をやっぱり利用されていただいて、それで
いち早く活性化に、次のまたプロセスに移りたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、いろんな夢が理事長の方にはあると思いますけれども、うん、夢を語りながら夢に向かって前進すると、うん、そうですよね、その SNS とかいろいろ使いながら外に向かって発信していただいて、地域のためにぜひとも頑張っていただきたいと思います。はい、ぜひそうありたいと思っております。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。オープンの日は平日でしたが、カフェに来られる方は後を絶たず、とてもにぎわっていました。駐車場も広くなり、これからの行楽シーズンにはさらにたくさんの人でにぎわうことでしょう。SDGs、 しっかりと誰もがみんな頑張って、そして創業70年、松塚建設、システム建築、新築工事、改修工事、土木工事、弊社では職員を募集しております。松塚建設。受け継いできた大切な土地、思い出の詰まった住まい、売却のご相談は私たちにお任せください。適正な価格でご納得の査定を行います。秘密厳守、安心してご相談ください。豊富な情報をもとにスピーディーでご満足いただける売却をサポートします。土地、住まいの売却は灰原駅南口三和総合住宅販売へお気軽にご相談ください。